大泉東駅は、三重県稲部市稲部町東一式天皇にあった、三疑鉄道北税線の駅。2004年4月1日に廃駅となった、短式ホーム一面一線を持つ地上駅であった。過去には、列車行き違い設備を有しこれを常用することで15から30分間各運転を行っていたが、百七十七年に、北税線の自動閉塞加工地震点に伴い、 列車駅違い設備が撤去されてしまい、40分間隔運転に厳便された。2004年に当駅が廃止され、大泉駅が開業し、大泉駅または、ソハラ駅より開始の列車が設定されることで、西桑名大泉、ソハラ間で、昼間30分間隔運転が実現した。列車駅違い設備撤去に伴い、駅西側のホーム及びそのホームに隣接した駅舎は、 撤去されたが、ホームの擁壁は損置された。その後、駅東側のホームを使用して営業が続けられたが、駅廃止に伴い2005年には、駅東側の旧ホーム及び駅西側の旧ホーム擁壁は全て撤去された。その後、旧大泉東駅利用者の利便性を図るために、旧大泉東駅と大泉駅を結ぶ道路が、 線路西側に整備され、大泉東駅があった名残を示すものは、旧ホーム西側にあった、駐輪場上屋だけになってしまった。駅廃止後の2007年には、曲線改良工事により線形変更が実施された。これにより、従来の5曲線が1曲線に改良され、S 字カーブは解消された。なお、本駅の前世紀には前日の列車行き違い設備の、他に、 貨物側線2線を有する2面4線の施設を有した。駅の北東1.2キロメートルに大谷神社があり、この神社の境内に清水の湧き出る冷泉があり、これを飲むと万病に効くという伝説から、この付近を大泉と呼ぶようになった。これにちなんで、当駅は開業当初は大泉駅と称したが、当駅は厳密には東一地区にあることから、この 東一式の東をとって大泉、東で大泉東と称するように改めた。ホーム1944年7月1日まで北大社駅との間に大木駅があった。ありがとうございます。